改めまして今回は井口ゆかちゃんに来ていただいております。はい、改めまして井口ゆかです。よろしくお願いいたします。そんなゆかちゃんが出演する番組が、うん、新番組が始まるということで。そうなんです、ありがとうございます。なんとですね、はい、10月から放送開始予定のですね、はい、うん、とある魔術のインデックスという作品で私インデックス役で出させていただきます。いや素晴らしい、はい、なんか素敵な話って感じですけれども。そうなんです。どんな作品なんですか？もうね、いろんな魅力がいっぱいあるんですけど、うん、ちょっとですね、私一人ではなく、うん、ものすごい心強い助っ人さんが、おー素晴らしい、いいですいいですね。ちょっと呼び込んでもいいですか？ぜひ。阿部ちゃんや。はーい。ということでですね、主役なので、おぜひ、お真ん中に、真ん中にじゃあ続いていらっしゃって、はいはい、皆さんこんばんは、上条東馬役の阿部篤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でゆかちゃんがインデックス役、はい、インデックス役です。お願いします。ではお二人揃ったところでどんな作品なのか教えていただきたいんですけれども。はいはい、そうですね、うん、まああの学園都市っていうところが、まあ、舞台なんですけど、はい、まあ、そこはもう科学が他のところよりもものすごく進んでて、うん、もう超能力っていうものを科学でもう証明しちゃってる世界なんですよ。そこにですね、はい、イブシャインインデックスが、はい、インデックスがやってくる。そうなんです。インデックスは魔術側としてやってくるんですけど、はいはい、科学の世界では魔術っていうのはありえないと否定されている部分なんですね。そんな中にその魔術を持っている人たちが現れてこう繰り広げていく、交わってわーって、だ本当はね、はいはい、相反する世界観がなんかこう一つになるみたいな、ね、そういうのが見どころになっているという作品なんですね、はい。じゃあ放送が本当に楽しみなんですけれども、うん、お二人が演じている役についてお話ししていただきたいんですけれども、じゃあ阿部さん演じるトーマっていうのは、トーマですか、はい、一言で言うと、うん、ものすごい不幸な男ですね。あら、もうね、あらら、そうなんですか、不幸だって言っちゃうぐらい不幸なんですか。なんかもう何人もの不良に夜追いかけ回されたりとか、あら、なんかもう電話かけようとして携帯電話を落として、うん、自分で踏んづけちゃって壊しちゃったりとか、なんかもうね、うわーブルーだーっていう感じのやつで、はい、でもなんかこうすごく不幸なやつなんだけど、すごく熱いところを持ってて、うん、なんかこう誰かが困ってたら見捨てておけないとか、そんなちょっとこう素敵なやつです、ね、心優しいところも持ちつつそんなでも不幸という不幸そういう役どころということで、うん、ちなみにインデックスの方は、はい、インデックスはですね、なんと完全記憶能力という、おお、見たものを瞬時に覚えることができるという能力を持っている子で、羨ましい、はい、羨ましいね、羨ましい。で、なんと10万3000冊の魔導書を頭の中に完璧に入れてる子なんですよ、うん、すごいでしょ。でもそんなそのすごい魔導書がいっぱい入ってるけど、うん、本人はすごいなんか強力な力があるとかではなくて、うん、もうやんわりとした性格はもう本当に素朴な普通の可愛らしい女の子っていうことでですね。私の名前はインデックスって言うんだよ。インデックスって、どう聞いても偽名じゃねえか。なんだインデックスって、目次か。うーん、金書目録ってことなんだけど。あ、魔法名ならデイリカートス545、献身的な子羊は強者の知恵を守るっていう意味だね。そのインデックスさんがなんで追われてんだ。演じる上で気をつけてることなんかもあるんじゃないですか、そうしたら。そうね、なんか思ったよりもアニメなんだけど、うん、そういうアニメっぽいっていうアニメっぽい表現っていうのはあんまり求められてなくて、むしろなんていうのかな、この設定とかはすごくファンタジーで SF なんだけども、うん、 すね、すごくなんかそこに生きてる人たちはすごくリアルな演技を求められてて、うん、なんていうかな、こう世界観は不思議なんだけど、そこに生きてる人たちのきちっとした考え方だったり日常だったりっていうのはあるから、あんまりこう大行にならないように、でもアニメって部分を忘れないようにね、みたいな、うん、そういうね、さじ加減がちょっと難しかったり、難しいですね。またトーマは、うん、その主人公だし小説が原作なので、はい、結構モノローグと説明と、うん、熱いセリフが多くて、その心情の変化とかもきっと難しいんだろうなって思った。いやもう毎回いっぱいいっぱいで、本当ですか、本当にもうだってめくってもめくってもトーマ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 とかみんな、すごいです、もう俺いつもオンマイクみたいな感じで、ここ俺マイクみたいな感じですごい、なんか人数自体はそんなに多くないんだけども、うん、キャストさんの数が、うん、でもなんかすごくだからこそ集中できる環境っていうのがあって、です
なんかこういろいろ言われたこととかをなんか台本とかめくりながら、ああそうだよなと思いながらちゃんとしっかりやれる環境だなと思って、うん、またあの監督さんと音響監督さん2人でこうブースに入ってきてこう細かいシーンの説明と心情の説明っていうのをいろいろ細かくやってくださるので、なんかこう納得をちゃんとこう噛み砕いてテストから本番に向けてやれるし、すごい温かい。またざっくりしたね。考えた割にはざっくりだね。本当集中できるし、うんうんうん、すごい集中するときするし、こう抜くときは抜けるしみたいな、ね、抜くっていうかこうみんなで喋るときはファーッと休憩中ときとかもね、全く関係ない話してるからね。なんかだからみんなのオンオフのスイッチの切り替えとかも心地いいですね。うん、